大隈重信、大隈重信、大隈重信、天保九年二月十六日、八百三十八年三月十一日、大正十一年,年、九百二十二年一月十日は、日本の武士、佐賀藩士、政治家、教育者。伊械君当社区位は、十一位大君位公尺、公尺、還元性。政治家としては、参議院大倉卿。 外務大臣、第3.40.1328代、農商務大臣、第11代、内閣総理大臣、第8.17代、内務大臣、第30.32代、貴族院議員などを歴任した、早稲田大学の創設者であり、初代総長である。天保9年、1838年2月16日、佐賀城下会所工事、現、佐賀市水学校に、 佐賀藩士の大熊信康、三井主夫妻の長男として生まれる。幼名は八太郎。大熊家は、治行三百国をはみ石かや当人、法術長を務める上司の家柄であった。重信は7歳で、藩校行動館に入学し、佐賀の特色である、葉隠れに基づく、受教教育を受けるが、これに反発し、安政元年、1854年に同志と共に、 藩校の改革を訴えた。安政2年、1855年に、行動館の南北騒動をきっかけに大学、後に復学を許されたが戻らず。この頃、江田吉上妃から国学を学び、神美が結成した尊能派の義牲同盟に、添島田ネオ江藤新平らと参加した。安政3年、1856年、佐賀藩乱学寮に転じた。後、 文久元年、1861年、鍋島直政に、オランダの憲法について進行し、また、蘭学寮を合併した、行動官教授に着任、蘭学を講じた。大熊は、長州藩への協力及び、江戸幕府と長州の朝廷の圧線を説いたが、藩政に影響するには至らなかった。慶応元年、1865年、 長崎のご藤町にあった諫早藩士山本屋屋敷を改造した佐賀藩工学塾、知縁館、校長、宣教師グイドフルベッキにて、添島種臣と共に共同閣となって指導に当たった。またフルベッキに英語を学んだ。この時、新約聖書やアメリカ独立宣言を知り、大きく影響を受けた。また、京都と長崎を往来して、尊能派として活動した。 慶応三年、1867年、添島と共に、将軍、徳川義信に、大政奉還を進める子を計画し、脱藩して、京都へ赴いたが、捕獲の上、佐賀に送還され、一ヶ月の禁止処分を受けた。明治維新に際しては、小松清連の推挙により、明治元年、1868年、長日三余職、外国事務局判事に任ぜられた。 キリスト教禁礼についてのイギリス公使パークスとの交渉などで手腕を発揮するととに、明治2年、1869年からは会計官副知事を兼務し、高輪談判の処理や進化条例の制定などの金融行政にも携わった。ついで、大倉大輔となり、鉄道、電信の建設、工部場の開設などに尽くした。同年、西草綾子と再婚。明治3年、 1870年に参議におぎなされ、1872年、明治五年には、伊藤博文らと協議し、官営の模範政市場、富岡政市場の設立を決めた。1873年、明治六年五月、大倉省事務総裁、10月から参議権大倉卿になった。1874年、明治四年には、ウィーン万国博覧会の参加要請を、 日本政府が正式に受け、博覧会事務局を設置、大熊重信が総裁、佐野城民が副総裁となり、明治になって政府が初めて参加した万国博覧会となり、近代博物館の源流となった。出展品選定には、シーボルト兄弟、主に次男のハインリヒシーボルトが当たり、日本館は連日大盛況の成功を収めた。大熊の下には、 伊藤博文や井上薫といった若手官僚が集まり、木戸孝義とも結んで近代国家の早期建設を歌って大久保利道らを建成した。当時、伊藤や井上らが集って政治談義にふけった大熊の指定を指して築事業残白と称した。民部省を九州合併させて大倉省を一大官庁とした大熊は、 基礎改正などの改革にあたるとともに、植産工業政策を推進した。政官論には反対し、その後、植産工業と財政改革という点から、明治8年、1875年10月には、大久保と道と連名で財政についての意見書を、大上官に提出したりしている。また、単独でも財政の意見書を提出している。さらに、 西南戦争による支出費用の調達とその後の財政運営に携わった。大熊は会計検査院創設のための県議を行っており、会計検査院は明治13年1880年3月に設立された。明治14年1881年には正確な統計の必要性を感じ、統計院の設立を県議、設立し、 自ら初代委員長となった自由民権運動に同調して国会解説意見書を提出して早期の憲法交付と国会の即時解説を解く一方開拓紙勧誘物払い下げをめぐりかつての名誉である伊藤ら薩長税と対立大隈自身の財政上の失勢もあり明治14年1881年10月12日参議を免間となった いわゆる明治十四年の政変である。大熊は、10月15日付で辞表を提出した。野に下った大熊は、10年後の国会開設に備え、明治十五年、1882年3月には、小野あずさと共に、立憲改新党を結成、尾崎幸夫、犬飼い武氏、矢野文雄、竜慶らが馳参じた。また10月、小野あずさや高田さないらと、 学問の独立、学問の活用、模範国民の作り、おさむを歌って、東京専門学校、現和瀬田大学を、北門義塾があった東京郊外、当時の早稲田に開設した。ただ、明治17年、1884年の立憲改新党の回答問題の際に、河野戸がまらと共に改新党を一旦離党している。明治20年、1887年、 白尺に除された。大熊の外交手腕を評価する伊藤は、不平等条約改正のため、政敵である大熊を外務大臣として選び、明治21年、1888年2月より、大熊は外務大臣に就任した。同年、黒田清隆が組閣すると、大熊は留任するが、外国人判事を導入するという条約案が、反対派の抵抗にあい、明治22年、 1889年10月18日には国家主義組織原用者の一員である黒島常義に爆弾よる襲撃大熊重信遭難事件を受け右足を切断するとともに辞職した右足の切断手術はベルリン大学医学部で日本人初のドクトルを取得した順天堂院委員長の佐藤進や大熊夫妻の主治医出る ドイツ人医師のエルビン・ホンベルツらによって行われたベリッツの日記。明治二十九年、1896年、第二次、松方内閣、松熊内閣、潮はいな内い閣と呼ばれるで、再び外相に就任するが、薩摩勢と対立して、翌年に辞職した。明治三十一年、1898年6月に、板垣大輔らと県政党を結成し、 同年6月30日に、薩長反末以外からでは、初の内閣総理大臣を拝命、日本初の政党内閣を組閣した。俗に言う、Y 反内閣、Y 反内閣である。しかし、旧自由党と旧進歩党の間に対立が生じ、また文章、尾崎幸雄が、共和演説事件をきっかけに辞職すると、公認人事をめぐって、対立はさらに激化する。 公認文章に、旧新保党の犬飼い武氏がついたことに不満を持った、旧自由党の星徹は、一方的に憲政党の回答を宣言、新たな憲政党を結成した。また、アメリカのハワイ併合に対して、これほど激烈で戦線復刻か、最後通帳に等しいような外交文書は見たことがない、とマッキンリー大統領に言わしめるような強行勢を示して、外交危機を招いた。結局、 祖閣からわずか4ヶ月後の11月8日、内閣は総辞職する羽目となり、大熊は旧新歩党をまとめて県政本党を率いることとなった。明治40年、1907年、一旦政界を引退し、早稲田大学総長への就任、大日本文明協会会長としてのヨーロッパ文献の日本語翻訳事業、南極体験体講演会長への就任など、 精力的に文化事業を展開した。明治41年1908年11月22日にアメリカの大リーグ選抜チームと和瀬田大学野球部の試合における大熊茂信の死休式は記録に残っている最古の死休式とされている。大熊茂信の投球はストライクゾーンから大きく逸れてしまったが、和瀬田大学の創設者、総長、政治家である 大先生の投球をボール球にしてはいけないと考えた早稲田大学の一番打者がわざと空振りをしてストライクにした。これ以降一番打者は投手役に敬意を表すために始球式の投球をボール球でも絶好球でも空振りをすることが慣例となった。第一次五軒運動が起こると正解に復帰した。大正三年1914年には シーメンス事件で辞職した山本兵衛の後を受けて76歳で2度目の内閣を組織第2次大熊内閣。与党は立憲同士会大熊博公演会無所属団交友クラブ及び中正会である。次の大熊内閣は文政一元化の名のもとに内務省の所管であった伝染病研究所の文部省委会を強行。 北里柴三郎所長医科部長、研究員は抗議し、全員辞職した伝染病研究所遺憾事件。大正5年、1916年には、伝染病研究所は、東京帝国大学医学部淵研究所となり、野に下った、北里の北里研究所としのぎを削ることになった。7月、第一次世界大戦が起こると、中国大陸での権益確保を求めて、 8月23日に、対独宣戦復刻を行い、翌年1月には、外相、加藤孔明と共に、大課21課条要求を提出した。ただし、その後日本側は、第5号の7項目を除外した。この間の1月12日には、乗車していた馬車に、福田和五郎らの一味8人に爆弾、投げられているが、爆弾が不発だったためにことなきを得ている。内相 大浦兼武の汚職事件、大浦事件が起こると、8月には、自身が外務大臣を兼任して、内閣を改造し新規一点を図るが、政権は次第に国民の支持を失っていった。改造の際に、一旦辞表を提出し天皇の遺留により留任、という、これまでの反発政治家と同様の型を取ったことや、それに対する弁明も批判された。 さらに政府に対する言動の圧迫が激しさを増し、大正5年、1916年10月、ついに内閣は総辞職以後奥間も、政界から完全に引退した。退任時の年齢は、満78歳6ヶ月で、これは、歴代総理大臣級最高齢の記録である。また、再び首相に就任するまでの16年という、ブランクは、 歴代最長記録である。この間、大正5年、1916年7月14日に、公爵に昇釈され、貴族院公爵議員となる。大正11年、1922年1月10日に、短席症のため早稲田の指定で死去。去年85、1月17日に、指定での国別式の後、日比谷公園で未曾有の国民葬が催された。 その名が示すように、式には約三十万人の一般市民が参列、会場だけでなく、沿道にも多数の市民が並んで大熊との別れを惜しんだ。この三週間後に、同じ日比谷公園で行われた山形ありともの国葬では、山形の不人気を反映して、政府関係者以外は人影もまばらで、 まるで乾燥家群葬と言われ、翌日の東京日日新聞は、民抜きの国葬で、握者の中は、ガラン道の寂しさと報じたほどだった。大熊の墓所は、佐賀市の流体寺と東京都文京区の古国寺にある。大熊重信は、政治家と教育者という二つの顔を持っていたため、主に大礼服姿のものと、ガウン姿のものに分けられる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。